双子じゃないで。オーロシアでマーラシンドです。はい。今日の企画は、お別れ。皆さんもびっくりしてると思うんですけど、まあちょっと置いといて、とりあえず乾杯しますか。ちょっと最近喉を壊してます。壊してまして、こんな声なんですけど、すいません。乾杯。乾杯。まあね、皆さんどういうことなんだと、はい、多分あれ春がもっとなんかしてるみたいな、多分なると思うんですけど、はい、別れたのは私の方になります、はい、公表もしてなかったし、うんうん、隠してもなかったんですけど、うん、付き合いしてた方とお別れをすることになりました、はい、付き合ってた期間なんですけど、うん、2年ちょい付き合いしてまして、うん、長かったね、長かった、最初じゃあ最初です。 YouTube をしだしてから出会ってる方なので、うんうん、私が YouTube してることにも理解は示してくれてたし、その一緒に会う時も動画確認しないとあかんとか、うんうん、まあ、編集しないとあかんみたいな時もあったんで、それも分かってくれてたし、うん、その恋愛系の企画をしてる、うん、まあいろいろ外での企画とかもあると思うんですけど、うん、それもあの理解ある方だったので、そこは、うん、あの心配してくれる方がいるんだったら、うん、ありがとうございますって感じですね、うん、何から話したらいいのかな、まあ、とりあえず年上の方です、6個目の方で、うんうん、1回連続6個目の人だった、そうだね、うん、長かったね、うん、長かったし、うん、旅行とかも結構2人とも好きで、うん、めっちゃ頻度行ってたよ、うん、結構旅行行ってたし、なんか毎回デート家とかじゃなくてなんかデートするっていう行ってたね、カップルやったから、この人たち本気でデート先選んでるなって毎回思ったもん。そうだから結構な場所への思い出とかが多すぎて、うん、次お付き合い誰かとするってなった時に、うん、あ行ったなってなっちゃいそうやなっていうのが今の一番のなんか不安、うん、絶対思い出しちゃうっていうのがちょっと、うんうんうんって感じなんですけど、別れた原因は私が結構結婚願望強くて、うん、で向こうが6個上やったから、うん、そろそろ私が高校じゃあ専門卒業するときに同棲開始するかみたいな、うん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 、しないかみたいな話になってて、結局しない、漏らしないってなってルームシェアを始めたんですけど、うんうん、その時からちょっといろいろ考えてたらしくて、うん、お付き合いするならいいけど、うん、結婚相手としてどうなのか、うんうんうん、っていうのを考えてたらしくて、うんうん、で彼の中で、うん、私は何も言われてなかったんですけど、うん、彼の中でその結論が出て、うん、振られたっていう感じになります、うんうん、あれ結婚相手として見えへんかったよね、だって結婚でしかなくない、たっちゃんだからって思うんだけど、まあなんやろね、まあいろいろあるんやろうなとは思いますけど、うん、まあそれが一番の主な理由、うん、女の心境的なのね、女の心境よね、うん、結構その彼のお家の合鍵も持ってたし、うん、初めて合鍵もらったってめっちゃ喜んだもん、うん、めっちゃ嬉しかった、懐かしいね、荷物も結構向こうに置いてたので、うん、別れた時電話やったんですけど、それを取りに行かないといけなくて、この前ね、うん、取りに行ったりとかもしてて、うん、それがあったのが最後かな、別れた瞬間は、うん、もうやばかったよね、私一生泣いてた、うん、リビングに泣きそうなったもん、一生泣いてたし、ご飯も食べれなかったし、うん、食べれないっていうかお腹はグーってなるんやけど食欲がなくて、うんうん、気づいたらあ食べてないここ数日みたいな感じやったから、うんうんうん、YouTube も撮れへんと思ったけど、まあ、YouTube は意外と撮れて、うん、別れたら私1ヶ月ぐらい活動休止するみたいな、うん、思ってた、別れたっていう実感が生まれなくて、うん、まあ、まあそんな日が経ってないからっていうのがあるんですけど、めっちゃ綺麗事いっぱい言ってると思う動画の中で、うんうん、なんかね、うん、綺麗事っていうか自分自身では本心で思ってるけど、うん、後からとか、うん、他の人が言ってるの見たら偽善者やなって思うようなことが多いから、まあみんなもそう思うかなって思うけど、まあ一応本心は本心、2年3ヶ月って自分にとっては結構長くて、めっちゃ好きやったからずっと 120% ぐらいずっと、ね、2年3ヶ月ずっと大好きやって、うん、倦怠期とかも自分は来ることなくて、将来おじいちゃんおばあちゃんになっても一緒におると思ってたし、その人との家庭を築くと思ってたから、今の自分が描いてた未来図が一気になんかなくなって、ちょっとなんかこれからどういう人生を歩んでるのかはいまいちつかめない自分の中でって感じなんですけど、結構サツがさ好き好き好きって感じやけど、向こうはそれを受け止めてくれるタイプ、自分は別にめっちゃ好きとか言わへんけど言われる分には全然嬉しいみたいな人やったから、そこもなんか合ってたなと思うし、ロ
6個上やったけど、一緒にいる空間はめっちゃなんか居心地よくて、市がめっちゃ離れてるからどうのこうのみたいなのは向こうは感じてたかもやけど、私、うん、自身はそんな感じてなかった。うん、立てた時に、うん、計画立ててた沖縄旅行があって、うんうん、それがまあいろいろ変更もキャンセルもできないやつで、うんうん、今の意思では行こうと思ってるんですけど、まあそれは当日になるまで分かんないですね。どっちかに彼氏彼女ができるかもしれないし、うんうん、何が起こるか分からないから分かんないけど、うんうん、まあそれがあるっていうのもあって、うんうん、なんか別れた感じが全然なくて、実際次のあれだって決まってるからなんか気持ち楽やもんね。うん、そうね、それはそうかも。復縁はないと思ってて、私がないっていうより向こうがないかなって、うんうんうん、私は復縁言われたらその時の自分の気持ち次第やけど、今の、うん、今言われたら全然すると思うし、うんうん、っていう感じやけど、向こうがその別れた理由が理由やから、うんうん、まあそれはないんじゃないかなと思いつつも、どっかで期待してる自分もおるし、うんうんうん、まあでもないやろなっていう風に傾くけど、うんうん、TikTok が復縁しか流れてこへんの。確かに今ね、ずっとそっち系の曲を、うん、え、すごいと思うで、メンタル強いと思うで、それできるのラードなんて聞けへんもん、絶対に。一番自分の中の気持ちはウルさんの恋っていう曲が一番自分にはだってもうさっちゃんやもん、歌詞が当てはまってるかなっていうのはあるので、よかったらぜひ聴いてみてください。その人のことを全然無理に忘れようとは思ってなくて、いずれ忘れれるタイミングが来るやろうし、まあ、それは時間薬なのか次の人が現れてなのかは分からんけど、まあ、無理に忘れずにゆっくりゆっくりって感じかな、自分の中では、うん、自分の中で一回付き合った人のことを悪くは思いたくないのね。今までの人もそうやけど、うん、いいとこばっか思い出してるのかもしれないけど、うんうん、その人にも最後手紙に書いたんですけど、うん、結構自分はその気持ちを素直に表現するタイプやから、好きとかも、うんうん、その手紙に何書こうかなってなった時に、うんうん、初めにいっぱい出てきたのが感謝系のこと、うんうん、ありがとうみたいな話やって、うんうん、でもそれってその細々したタイミングで全部言えてたかなとか、ありがとうとかね、うんうん、とか初めらへんの会話とかも LINE、うんうん、携帯通う時にスクショに残しといたりして見てたりしててんけど、うんうん、なんか初めの頃の自分って可愛いなっていうかさ、なんかそういうのもあって、まあ、確かにそれは年月変わっていったら変わるけど、自分の中で気持ちは変わらないと思ってたけど、うん、好きのね、うんうん、でもやっぱ相手に対する態度とかも、うん、あ、変わっていってたんやなっていうのも思ったし、好きになってくれた時の自分と今の自分では絶対違いはあるんやろうなっていうのは思ったかな、うんうんうん、まあ、いい意味でもあるし、そうね、よく変わった部分もあるし、向こうにとって良くなかった部分もあるやろうし、意志を強く持つこと、どういう、なんかね、私とその人は結構相手の携帯も一切見ないし、どこどこ行ってくるとか、男女がいる飲み会とかも事後報告も事前報告もないカップルやって、まあ、珍しいねって言われるんやけど、それはお互いになんか男女の友情は成立するって思ってる人だ、思ってる同士やったし、実際成立してたからそういう報告とかは一切してなかった。でもその分さ、周りからはさ、こういうとこ見たでとかさ、こういうことあったらしいでみたいな話とかもたびたび聞いたりとかもしてたんやけど、自分が結構なんやろ、メンタル強い時はいやでも見てないしみたいな、本人から聞いてないしって思えるけど、最後の最後に結構その振られた後とかにそういう話を聞いた時にね、やっぱどっかブレてるとその人たちの言葉がさ結構揺さぶられるわけで、うんうん、で実際に浮気してたみたいな感じのニュアンスのことを、うんうん、その友達からね言われて、うんうん、その人の、で LINE で送ったよってどういうことなみたいな、うんうん、っていう話をしてて、まあ、それがまあ荷物取りに行く前の時やったから、うんうん、まあ、その通院行った時に話すわみたいな、うんうん、言われて、まあ、話聞いたらその人自身が多くを語らない人やから、はしょってはしょって友達とかにも伝えとったわけよ、うんうん、ってなった時の認識の違いがそこの間で生まれてて、ズレがめっちゃ生じてたから、やっぱ本人に聞かないとわからんこともあるし、自分が信じたいものを持ち続けないといけないなとは思ったかな、うん、ほんまは浮気してたけどバレたくないからって言ってるって思う人もおるやろうけど、うんうん、私はその2年3ヶ月一緒によって、うん、そういうことする人とは思えないし、うん、自分が何を信じたいかとか何を信じるかやなっていうのはめっちゃ思ったかな、その最後の最後に、うんうん、全然次の出会いは探してるは探してるので、うんうん、もしかしたら視聴者さんの誰かとね、うん、今後会ってさ、そういう、私結構飲み会とか出没するんで、うんうん、とりあえず大好きだった彼とお別れしましたっていう感じですね。締めとして、恋愛の締めとして、やっぱ学んだこと、一番学んだこと、アンミカ先生に教えてください。
一番学んだこと、好きってだけじゃ続かない、好きってだけじゃ続かない、好きってだけじゃ続かない。あーなるほど、ね、かな、続かないっていうか、好きの中に尊敬できる面だったりとか、うん、まあ、感謝できるところだったりとかがないと、好きだけじゃしんどくなるかな、どっちかがっていうのは、まあ、思うかな、うん、何かをされて嫌いとかいう圧倒的な原因があったら、まあ、そこを直せばいいと思うんやけど、こまごました人格ってなかなか変えれるものじゃないし、うんうん、だからこそ好きやけどなんか話し合わなあかん時もあるやろうし、うん、向き合わないといけないこともあると思うので、うん、将来も見てるんやったらしっかりと話し合いというか回した方がいいのかな。まあ、まだわかんないですけど、私も22歳のペーペーなんで、あ、ちゃんと20歳になってからお付き合いしてますよ。そこはご安心ください。今日の動画はここまでです。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしてます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。